こんにちは。熱気しました。で、表面はトゥルトゥルやし、ここも、吸いつくようになるし、中がもうとにかくこう、中まで熱気が入ってますので、金属ならではの中がもう万華鏡のようにもうギラギラとこう回すと回るんですね。だからどない言ったらいいか、音がグエーッと伸びますね。で、メッキのおかげでだいぶ良くなりました。メッキ大成功です。で、あと、ね、7つ穴に関しての分でね、なかなか上手にいかんので7つ穴を今改良しております。で、このようにね、ブロンズの時からも7つ穴をね、空いてる分を7つ目の穴をどうしようかなってね、また音はねご披露いたしますけどね、この穴に、この7つ目の穴をもうね、こう開けた時からもうね、ここがなぜかやったらこれ抱き節あたりなんでね、ここに穴開けるっていうこと自体が一番これ狭いとこね、中が。で、ここに穴開けるっていうことは結局この狭いとこが広くなるっていうことでね、大体致命的なもんなんですよね。で、7つ穴ね。それでもう蓋しようというなしにして6つの穴ね、こうやってここむしてね、6つの穴にしようとしたのがこれなんです。同感で今穴ちょっと実験してますんでね、6つの穴にするには、この真ん中の穴がねちょっと小さめにして、でここもちょっと小さめにして、あとは、まあ大きいやつをするんですけれどもね、こういった具合でもうちょっと、6つの穴にしてドレミにしようかなっていうことで今考案してますけれども、7つ空いてる分がもったいないのでね、蓋してどんな音になるかとかしてみたところ、この抱き節に何か抵抗をっていうことで、ここ、こういった金属片をゼンマイのように入れて中にちょっとこう垂らしました。見えんと思うけれども、中にねちょっと垂れてるんです。金属片がね、ここ今見えますね。垂れてるでしょう。だこれが要は配管抵抗の渦巻きの中の渦がここでまた発生しましてね。どういったかな、音がなんかするようなんです。でまだ仕上がってないのでね、とにかくこっちはもう開いてるけれども、これも穴開け替えて、メッキしてある方ね、これも穴開け替えて再び、削ってきれいにしてメッキを再びするんですけれども、このように穴の開け方をこのようにして、両方メッキして、で、メッキ仕上がった時点で中がツルツルピカピカになった時点で、この要は抱き節のところの7つ目の穴をここにもかっつけでハンダ付けしようと思ったんですけれどもね、こうやはり掃除したり梅雨拭いたりせないかんので、また修理したりする時にちょっと語弊があった、活着したら語弊があるので、これをまあ取り外しできるようにしたら、何かね、ここに入れるとね、ただいま、まあ実験中なんですけれども、素晴らしい音がするようです。まあ、また音は聞かせますけれどもね、ただでさえ、内管がピカピカになったら、ものすごくええ音したのに、プラスこの抵抗、この配管抵抗
渦巻きがここで変わるということで、何かしらいい音がすると。まあ、滝笛研究会の私としては、こういう風の流通のここの何は実験は見逃せんので、これをちょっとまあ遊びに、ね、趣味の遊びとしてここの空洞の原理をつかみたいということで、今これ日本でとりあえずちょっと調べておりますので、また報告いたします。この過程また出しますのでね、あのブログで出しますのでまた見てください。で今この机の上ぐちゃぐちゃでも七点抜刀しようやけんど、こういうふうな何からあの金属から、それからどういったかな、こういった金属ね、でこういった金属を細かく切ってここに入れようかなということで、今ちょっと構想を練っています。で、この銀テープのもっと滑ってきたやつをね、押さえに貼ると。なぜかって取り外しをできるようにせなんだら中を触らないかんときがあるので、だからこの金属を入れたりさしたりできると。また蓋だけに、入れんと拭いたり、入れて拭いたり、ちょっと出し入れして長さを決めたりして、要はあの音の変化を調べるために、ここに 7つ目の穴がもういらんということで、その7つ目の穴をどういうふうに活用しようかということでちょっと考えただけであって、またこれはご報告します。かなりのええ音がする、ちょっと吹いてみたらするんですよ。でも完全に仕上げてからまたね報告します。で今日吹いたのがあのブロンズのメッキの分です。よく出てました。よろしく。